そして表彰台第3位は極めん春樹、第2位佐々木蓮人、見事にボールトゥインを決めた第1位荻原明子。気合いの数、気合いの数お願いします。荻原さん、これからです、これからです。名前入れるんで連絡します。お願いします。2位おめでとうございます。おめでとうございます。悔しい3位こちらで。第3位、川島修、おめでとう。第3位、第2位、カナンバ1番、村井カバー。そして見事、ポディウム頂点極めたのは、カナンバ3番、後藤壮太。さすがの走りでした。はい、じゃあこっち見てくださいね。はい、行きまーす。3、4、5、これからか、ありがとうございます。ありがとうございます。あとは、パッチンチャンネルで。やったね、やったね、初。ありがとうございます。いや、素晴らしい。いい仕事したわ。いい仕事したわ。おめでとう、寝て。なんかさ、こんなの来るといないよ。なんか動きたい、なんか動きたい。教えがいいんじゃない。教えがいい。はい、位置合わせましょう。はい、車を右に、車を右に左に行ってみたら、慣れてないですね、慣れてないですね。慣れてないですね。俺は置いてたわけ。そうか、そのままでもよかったね。いいんじゃないですか。はい、いいですね。どうですか、新庄監督、いいですね。それではですね、もう一つ残っておりました年間シリーズランキング、TC1、TC2 のトップ3のみここで発表させていただきます。正式なランキング、それからですね、表彰式に関しては後日改めて行わせていただきますので、いずれもトップ3のお名前のみ発表させていただきますのでご注目ください。ではですね、どっちからいきますか。 TC2 の1位から、2位から、3位から、3位からですよね。一番気になるところですね、TC2 クラスの第3位、めっちゃ気になってますからね、はい、それでは有効ポイント56、菅原番長、シリーズ3位、ちなみに極め1ポイント差で4位、惜しい。で、第2位が58ポイント、田中義和、そして見事に今シーズン3勝を挙げてぶっちぎり有効ポイント83を稼いだシリーズチャンピオン、荻原明彦。文句なし、文句なし。さあ、そして TC1 クラスの上位3選手です。まず年間第3位はシリーズポイント40ポイントで石川真紀朗、そして第2位は有効ポイント61で川田正幸、そして今日見事にポールポジションから2位を獲得しまして、有効ポイント676ポイント差でシリーズを制しました村井カバー、シリーズチャンピオンおめでとう。やったね。ゼロクラス年間シリーズチャンピオン、後藤壮太。1位だけど、いいですね。1位3人、いや、その軽くインタビューです。
はい、スナピオンカメラを使って、はい、じゃあまず TC2 の萩原選手、おめでとうございます。今のお気持ちをどうぞ。嬉しいです、ほっとします。よかったです。今回は、シリーズ何戦出ていいかな。4戦ました。ありがとうございます。まあ、今回初クラスなんですが、じゃあ参加してみてどうでしたか。非常にやりやすくて、やりやすくて楽しめます。よかったです。ぜひ、まあ、チャンピオンなんですが、また来年も、ディフェンディングチャンピオンとしてお待ちしております。TC1 に行こうか。おっと、 TC1 にステップアップ、いいですね。素晴らしい。またじゃあ来年 TC1 でお待ちしております。ありがとうございます。さあ続いておなじみの男やってまいりました、はい、おめでとうございます。さあこの1年結構かけてましたよね。1年というか3年。あ、3年、素晴らしい。3年越し、コロナが、はい、入っちゃって、はい、去年2000になって、はい、今年が、ありがとうございます。素晴らしい変化ね。最後ね、本当に前田さんが今回最終戦に向けて緻密に計算をしてくれまして、村井さんも緻密に計算していったと思いますが、途中決勝ヒヤッとする場面ありましたが、まあ、あの時が4位だった、はい、まあ、あのままいけばいいなとは思ったんですけど、はい、ちょっと限界状況に生まれましたあのチーム員がいたような感じが、そうです、はい、素晴らしい。いいお客さんに恵まれましたね。明日は皆さんにジュース1本ぐらいサービスありますかね。そうですね、ありがとうございます。またね、来年開幕でスーパーさんで一番最初の終了の時間です。素晴らしい、ぜひ皆さんの方をお願いいたします。ありがとうございます。おめでとうございます。村井選手、さあ、やってまいりました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。おなじみの後藤壮太選手、はい、さあ、スピードキングとは初シリーズチャンピオンです。シリーズチャンピオン。さあ、今回、シリーズ戦ってみていかがでしたか。すごい、まあ、結構僅差なすごいレースが多くて、まあ、自分の中でも、なんですかね、すごいレースの経験をすごいすることができて、まあ、それをなんか全日本選手権だったり世界選手権だったりに生かすことができて、まあ、すごい自分のスキルアップにつながった1年間、このスピードキングツアーでした、はい、ありがとうございます。今回ね、スピードキングは本当にいっぱい参戦してくれてます、ね、そう、全然参戦。フル参戦ですよね。はい、フル参戦、フル参戦、ありがとうございます。まあ、またこの勢いで来年はディフェンディングチャンピオンです、はい、他のトップドライバーにもしっかり声かけをしていただいて、はい、日本のレベルアップは TC0 クラスにかかってますので、ぜひともスキルアップをよろしくお願いします。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、お疲れ様でした。ありがとうございます。おめでとうございました。ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、見事ですね、表彰式の方を行いました。では、最後のまとめになりますかね。遠藤さんから全員向かって一言いただきましょう。はい、はい、皆さん今日は一日ありがとうございました。そしてね、今回この施設を貸していただきました、鈴木店長、所長、今ちょっと見えませんが、皆さん、本当に一日ありがとうございました。パチ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 。そしてね、また1年間、シリーズを通して、戦ってくださいました皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。今年はね、コロナ明けということもあり、なかなか思うようにいかなかった中、今年1年は唯一、できたシーズンでした。また来年もね、開催できると思います。そしてまた来年、おかげさまでスピードキングツアーは10周年になります。来年の10周年に向けて今また新しいことを試みてますので、皆さんに楽しいレースを、作っていけるようにスタッフ一同、励んでいきますので、また皆さんのエントリーをお待ちしております。また来年皆さんとお会いできると思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上の挨拶をもちまして、2022年シリーズすべてお開きとなりますので、1年間どうもありがとうございました。気をつけて帰ってください。はい、この後7時キックオフですのでよろしくお願いいたします。僕は全開に帰ります、はい、皆さん全力で帰りましょう。ありがとうございました。